こんにちは、P です。チャプター5、ロンドンの地下。宝物が4個あります。いきなり、マリが後ろ振り向いて、びっくり。ずいぶん随分年季入っちゃってんな。抜けられるかも。こりゃ動かないな。ダメだな。おい待て、あそこ何か引っかかってるみたいだ。誰か上がって動かせるか確かめろ。名案だ。誰がよ。だよな。よし、もう少しだ。さすがイボ。行くぞ。行く。よしよし、ゆっくりな。よし。一体ここは何だ？おい、やべえ、伏せろ。外れた。いい腕だ。弁護してくれてありがとうよ。見えない。どこにいる。あれ、倒してくれた。おい、マーローの車だ。よし、ここからは武器はなしだ。あ、見て、ほら、武器しまった。手を上げな。おいおい、道を間違えたんじゃないか。キングズクロス駅かな。動くな。よくやったな、ネイト。さすがだ。わけのわからん場所だな。こんなとこ見たことねえ。駅か何か、そんな場所だな。ええ、だが200年近くは経ってるな。ちんぷんかんぷんだな、おい。し、下がれ。音を立てずにやるぞ。いいぞ、坊主たち。行くぞ、こっちに違いない。なんだこれや。坊主だって。すげえ石造りだ。坊主。16世紀、チューダー様式だ。こっちへ行こう。静かにな、ネイト。おい、こっちだ。なあ、サリー、一体奴ら何者なんだ。
訳はやめておきなさい。あの男は危険、見くびらないことよ。しかし遺憾ながら。ねえ、何が遺憾？うんざりだわ。あなたのせいで全て台無しになるところだったのよ。400年間封印された謎、ついにドレイクの秘密が明らかになる。これはどういうこと？どうされましたか？これは偽物。まさか。ありえません。この目で確認しています。本物のはずです。あら、そう。確かにこの手にして、奴が首にかけてた指輪を。本当ですか？騙されたのよ。勝った。そうね。あなたたちは警戒を怠らずに。つけられたかもしれない。そこ、私ときなさい。彼らを探し出して指輪を手に入れる。手段は問わないわ。これ裏にある組織は相当でかいな。見ろよこれ。おい、ネイト、集中しろ。時間がないんだぞ。そうか。だから時間。おい、なんだかわかるか？本だ。図書館なんだからたくさんある。偉そうに言うが、ただの本じゃない。 T ・ロレンスだぞ。アラビアのロレンスだ。分かってるさ。バイク事故を起こした日にドーセットから送られてる。35年5月13日、奴らこれを奪って彼を殺したんだ。奴ら？ああ、そう、奴らだ。正体は知らないけどな。そんなくだらないデタラメを。あれは事故だったんだ。黒い車が彼を引いたって証言もあった。お前ら。じゃあ裏工作か？かもな。ネイト。何？お前が20年間待ち望んでたものは。そうだ。行くぞ、エイル。O H D N。 どうした？トアの謎。なんだと？トアってふざけてんのか？悪いが、あんたの先祖はとんだクソ野郎だ。黙ってろ、アナグラムだよ。ゴールデンハインド。ゴールデンハインド号。ドレイクの船。あ、ヒントだ。この部屋に隠されてるものだ。広がって探してくれ。何を探せばいいんだ？黄金の目力だ。剥製か、それか笑顔な。なんでここにあるって思うんだ？絶対にここだ。わかった。あったぞ。見つけた。どこだ？そこ、ドレイクの船の飾りだ。
はい、宝物1個目です。奴らだ、隠れろ。やっぱり当たってた。アラビアに行ったんだ。おい、こっちに手貸せ。急げネイト、行くぞ。日記と解読機を頼む。トンタ、行け行け。はい、クリア。弾が足りない。一応銃は変えといた方がいいかもね。もうね、その武器は必要ないだろうみたいに言われないから、多分変えるべきなのかもしれないですね。はい、で、2個目がね、お宝物、はい、ここにあります。このチャプターはあと2個あります。もう2人出てきたかな。ね、結構ね、安定がシビアです。思ったより、やられちゃう。当たらないですね。うん、わかった。例えば、ここから出るしかねえぞ。まっすぐ進めば出口に着くはずだ。お前のせい。しながら撃ってる時に結構ね、安定がない部分があるんですよ。そこがちょっと撃ちづらいかもしれない。はい、でね、宝物がそこにあります。まあね、先に取りに行くとね、結構痛いから、撃たれちゃってね、先に少し結構きます。どう？危ない。やばいです、やばいです、怖いです、やばいです。ちょっと待って、ごめんね、ソーリー。どこから来るんだよっていうぐらい痛いよね。なんだろう。え、うわぁ、ちょっと危なかったね。上から、まだ下いるかな。下、これで大丈夫かな。もう待ってきたね。はい、3個目ですね。さっき走ってきたの見たよ。そうですね、結構ね、味方の NPC はよく攻撃して当ててくれるよ、倒してくれるよね、今回は。
まあ待ってください待ってくださいごめんなさい間違えてた思ったとこと違ってた。ここ2人かな3人かな。うわ3人だね。これ撃つと危ない。ショットガンとか怖いよね。はい、駅駅だねこれね。待って、どこ張り付いてないよ。危ない。どこなんだ。ロサトウッド駅だ。急げ。来るよ。何人来るんだろう。ここ結構来るよね。左も来るはず。あ、これサリーか。痛いよね。やっつけたのかな。え、サリこっちにいる。こっちにいるな。あったな。あ、向こうにいるな。え、どこにいる。え、あれです。チャプターはこれで終わりですね。まだ来るよね、確か。ん？ほら来た。それはさすがに無理でしょ。大丈夫だ。あ、何？何の自動販売機ですか？ノーサートウッド駅から通りに出る。説明する暇はない。追われてる。こっちだ急げ。え？いない？いない。あ、これね後ろから来るパターンかも。チキシロ、なんてこった。これじゃ走るぞ。下がれ下がれ。
そいつが俺にもやってくれ、あいつを捕まえてやるって言いやがった。乾杯。うん、仕事によくやった。ええ、お前も一緒にこっちで飲もうぜ。ああ、地図が証拠だ。ドレイクは東インドで6ヶ月フラフラしてない。すぐにアラビアへ向かった。なるほど。ここからが面白い。これを見ろ。ジョン・ディーのサインだ。ジョン・ディーって？ジョン・ディーはエリザベス女王の側近でアドバイザーだ。みんなが知ってる。ああ、そうだ。偉大な数学者で航海士だった。時代の先を言ってた。暗号装置は彼の発明家。オカルトにハマっててマジで気持ち悪い。怪しい奴だったらしい。彼は女王への手紙には常にこのサインをしてた。女王の目として。007の走りだ。見ろ、007。おい、ちょっと黙っててくれないか。つまり、ジョン・ディーがドレイクたちをアラビアへ送った？ああ、多分な。ディーと女王。あと、ウォルシンガムが。で、目的は？ま、そう。やっぱりそこが気になるだろ。ここでロレンスの登場だ。彼はアラビアのロレンスになる前は、いい映画だ。考古学者だった。まだ子供の頃から歴史が大好きで、騎士や十字軍の話に入れ込んでた。旅をしては十字軍に関係のある場所を記録した。全部ここにある。待て、何が何だか訳がわからん。それがドレイクと何の関係が？今説明する。戦争の後、ロレンスは今度アラビアに戻るとしたら砂漠のアトランティスを探すためだけだと言った。伝説の都市は出てくるたびに名前がコロコロ変わる。ウバール、イラーム・オブ・ザ・ピラーズ、神柱の都。でも内容はいつも同じだ。都市には富があふれ、傲慢さゆえ神に滅ぼされた。ルブアルハリ砂漠に飲み込まれ、永遠に眠ることとなった。それがここだ。まあ、富があふれって部分は魅力的だな。ジョーとディーはそのためにドレイクを送ったのか？その通り。そして今ではマーローも追ってる。でも待って、ドレイクが女王の命令で都市を探しに行ったならなぜ隠したりするわけ？見つけたものを隠すために苦労したみたいじゃない。女王陛下にまで隠した。わからない。おっと、ごめん、今なんて言った？ねえ、ちょっと待ってよ。思い出してほしいんだけど、失われた都市を求めて前回地球の裏側に行った時はかなり危険だったわ。ああ、でも今回はかなり有利だ。おい、見ろ、ドレイクの手がかりは全体の半分、ロレンスの手がかりも半分。俺たちは全部持ってる。マーローはゼロだ。ちょこっと言うと、ルブアルハリ砂漠は端から端まで1000キロもある。遊牧民と出くわすかもしれない。都市の場所が分かっても分かってないわけだが、探してる間に死んじまう。ちょっと待て、この印を見てくれ。ん？芝生みたいだな。芝生の文字だ。そうだ、十字軍もこの古代都市を探してた。今から1000年前に。でもロレンスが記録した場所の中でこの印がついているのは2箇所だけ。一つはシリア、もう一つはフランスだ。ああ、いや、二人はシリア、俺たちはフランス。手がかりを頼りにロレンスが言う都市の位置を絶対見つける。で、どうする？地獄みたいな1000キロの砂漠をどうやって旅する？ああ、都市は砂漠の真ん中だ。実際には500キロぐらいだろ。あら、わからないよ。なんとかするしかない。とにかく出たとこ勝負ってわけね。その通り。どう思う？何でも来いだ。やってやるぜ。この匂い、マジ耐えられねえ。そうか、慣れちまえばパラダイス。おいおい、なんだよ。何も言うな。ここからは歩いていくしかないな。なんだ、大の大人が2人フランスのジャングルに迷い込んじまった。とにかく方向はこれで合ってそうだ。シャトーはこっちのはずだ。遠くはない。行こう。あ、遠くないだって？お前の言う遠くないはどのくらいか見当がつかない。昔ペルーで迷った時もそうだった。ペルーの話なら俺だって言い分がある。まだあの時のことを根に持ってんのか？あの時はまだ15歳だった。サリーと会ってすぐに無所に入る羽目になるとはね。お前が勝手にそっち方面に突き進んだんだ。俺はお前を無所から出してやった。いつも助けてやってる。
チャプター変わりました。またね、サリーとジャングルだね。じゃあ次回ぜひ見てください。じゃあまたです。バイバイ。